10月20日川崎ルフロン1階野外ステージで、川崎市にゆかりのある高校生バンドの頂点を決めるコンテスト、高校生バンド王2024 in 川崎が行われました。まずはこの若い世代が川崎のこれからの100年を作る、そういうようなことを思っていただけるようなこのバンドのイベントになってます。で、まあ、オリジナル曲を必ず披露しなきゃいけないということで、非常に高校生にとってはハードルの高い難しいコンテストになっていると思うんですね。そういう意味でもレベルの高いイベントになったかなというふうに思っています。コンテストでは全7組のバンドがステージでそれぞれ2曲を披露、プロの音楽プロデューサーなどが厳しく審査しグランプリを決定します。高校生とは思えないテクニックやプロ顔負けのオリジナル曲も披露され、大盛り上がりのコンテストとなりました。グランプリに輝いたのは神奈川県立川崎高等学校のバンド、サードフォーセルフです。シンプルでありながらストレートに思いが伝わる楽曲だったと審査員は評価しました。まだ信じられてないぐらいなんですけど、本当にこんなに素敵な賞をいただいて、素敵な場所でやらせていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。そうですね、長い目で見ても音楽ちゃんと続けていけるように、今のうちからいろんなことを勉強したりとかしていけたらいいなと思ってます。